2019年最後のメシンフミのバラッド領事レディオ、今回はですね、まあ、あの作業動画でも良かったんですけれど、今年、まあ、6月からこのチャンネルを、始めて、まあ、ちょこちょこいただいてた質問が溜まってるので、なんか面白そうなやつをね抜粋して、回答していく回で、締めくくろうかなと思います。だいたいね、15分ぐらいで終わらせようかなと思うんで、パパッとね、答えていこうかなと思います。早速いきましょう。りょうじんさん、こんにちは。現在乗ってみたい車バイクはありますか？そうね、いっぱいあるんですけど、まあ、車だったらまあクーレーポルシェ、あとはね、240Z の左ハンドルとかね好きですね。乗ってみたい車はね、その2台かな。あと現実的なところだと、今年子供も生まれたんで、キャンピングカー欲しいっすね。なんかちょっとフルフェイスのアストロのタイガーとかね、あの辺欲しいかな。バイクだったら、まあ前もちょっと動画で言ったんですけど、速い系か、まああと自分と同い年のバイクだったら、なんか出会いがあれば何でもいいかなと思います。はい、次。サーフィン歴はどのぐらいですか？ですね、僕は意外とサーフィンデビュー自体が遅くて、初めてやったのが34の時なんで6年前ですね。そんで34で初めて夏の鵠沼でサーフィンしたんですけど、その時あまりに運動不足でなまっていた体にね、サーフィンがすごい応えまして、これは一回体をねちゃんと作んないと、こんな楽しいスポーツは満足にできないぞと思って、1年間ぐらい、ジム行ったり走ったりして、まあもともとバスケットやってたんでね、運動はできる体だったんですけど、もう一回運動できる体に、ちょっと作り変えてから、サーフィン始めたんで、ちゃんと取り組み出したのは35歳からですね。35歳から、そうそう。で今年40なんで5年やってますけど、まあまあまあ小中級者って感じですかね。割とでも、まあサイズある日にアウト出たりとかっていうのは全然できるんですけど、まあ、別にそんなうまくはないです。あ、それでね、僕のチャンネルは一応サーフィンのことも書くみたいなことが概要欄にあって、でまだ1回ももう100本近く動画上げてるんですけど、まだ1回もサーフィンに関して触れてなくて、でね、僕サーフィン始めて3ヶ月ぐらいで、自作の、サーフボードを作ることにチャレンジしまして、でね、その作ったボードっていうのがウッドボードなんですよ。まあ、これもあと来年かな、来年動画にしようかなと思ってるんですけど、まあ、ウッドボードを作ってて、でね、ミッドレングスのは1本できたんですけど、もう1本ね、実はロングボードが作りかけで、で、まあ、来年の抱負なんですけど、夏の、まあ、綺麗なね、夏旅毎年行くんですけど、夏旅行ってその行った先の綺麗な海で、ロングボードに子供と一緒にタンデムするっていうのが来年の目標の一つですね。まあ立てない、子供は立てないと思うんですけど、本当2人でボード乗って、波に、乗るっていうのが来年の目標かな。なんでサーフィン歴はそんなに長くないです。昔からやりたかったことではあったんで、チャレンジして5年目って感じですね。はい、次行きましょうか。この仕事以外でやってみたい仕事は何ですか？これはね、まあもう今ね、今考えるのはちょっと難しいな。この仕事以外で今やってみたい仕事っていうのは特にないんですけど、まあこの仕事から派生してやれる仕事とかはね、いくつかありますけど、多分あれかな、この質問の感じだとやってなかったらってことかな。この仕事やってなかったら
やってみたかった仕事はみたいなニュアンスなのかな。そうっすね、今だったら、まあ、今この仕事をやってなくて、じゃあ何の仕事したかったかって言われたらね、格闘技、総合格闘技うん、なんか総合格闘技やってみたいですね。もともとまあスポーツずっとやってて、 NBA のねプロバスケットとかもすごい、好きだったから、まあ、目指したことなんて一回もないですけど、でもなんかプロスポーツの世界とかやっぱね、なんかちょっと体験してみたくいいので、総合格闘技とかなんか拳1個でさ高級車のねゲットしたりとかするじゃないですか。やっぱワンパンチ倒せばフェラーリだみたいな、なんかああいうなんていうんだろう、世界観の仕事を楽しそうだなと、うん、総合格闘技やってみたいな。なんかこうねエンジニアとかね、なんかパソコン使ってどうこうみたいな、そういう仕事は、多分もしこの仕事やってなくてもやりたいとは思わないかな。やっぱなんかそういうちょっとロマンある仕事がいいかな、なんかね。はい、次行きましょうか。はい、年収はいくらですか。きたね、年収はね、まあ2000、ね、そうね、年収ですか。ね、これもね、まあちょっと今これ答えないですけど、実はね、なんちゅうのかな、なんちゅったっけな、あれ、あ、そう、ノートって知ってます？まあノートっていうのがあるんですよ。わかんない人はググっていただけたらと思うんですけど、来年ね、そのノートを使って、要はこの領事レディオで、過去にも話してるなんかその職人の仕事の仕方とかね、なんかそういうののコラムじゃないけど、まあブログっぽい感じで、そのノートっていうサイトで自分のまあなんか小説書いてる人もいるみたいだし、なんかいろいろそういうテキスト売ったりとかしてる方もいるみたい で、まあそこに僕の一応ね16年培ってきたなんとなくのビジネスモデルをこうカタカタね文章にして売って、読み物というか、僕みたいな割とその特殊な業態で生きてる人がどういう風に仕事してお金稼いでライフスタイルをこう作り上げてね生活してるかっていうのをなんとなくその文章にしてみようかなと思って、でノートでそれをね書いてみようと思ってて、まだ全然登録してアカウント作っただけなんですけど、だそこでまあ職人最高って言ってるぐらいなんでね、やっぱりどれぐらい稼げるかっていうのはある程度公にする必要があるのかなと思って、で有料その部分に関してはねちょっと有料にしてね100円200円ぐらいでそのコラム読めるようにしようかなと今思ってて、多分その中で、年収は、なんとなく言うんじゃないかなと思います。 なので、そちらを楽しみに してくださいうん、まあでもね食えるようにって自分で言えるようになったのはやっぱりね結構経ってからですよね、うん、僕の場合はね弟子入りとかしなかったんでね、花開き出すのが遅かったなっていう気がしますね、うん、はい次行きましょうか。この仕事は何年やってますか、稼げますか。この仕事はですね、来年の2月の22日で丸16年になりますね。店舗を持ってから16年で、その前に1年間ぐらい潜伏期間があったんで、まあ僕のお店はラズルダズルっていうお店ですけど、ラズルダズル自体17年来年で経ちますね、うん、で稼げますか。稼げますよ。
やり方が正しければ、はい、これ結構ね聞かれるんですよね。ワークショップ来た人とかにも聞かれるし、お客さんにも稼げんのみたいな話はよくされてましたけど、稼げます、はい、稼げると思ってます。そうっていう、そうそう、あのね、まあ、自分でこの仕事やってて稼げない仕事だなって思ったことはなくて、もともと始めた時がもうゲノゲのレベルなんでね、あの稼ぐ稼がないっていうより、まず金をいかに、生むかというかね、そういうところから始まってるんで、稼げないって思ったことはないんですよね。もっといける、もっといけるっていう感じで、今に至るっていう感じなんで、だから稼げると思います。だからこの辺もね、来年そのノートについて、さっき言いましたけど、ノートで書いて、その自分が16年17年やってきた稼ぎ方というか、こうなってったから今、こうやってねガレージハウスも持てて、好きな車にも乗れて、休みも取ってサーフィン行けるとかっていう、そのライフスタイルを築いてきたっていう、もうこれが正しいっていうやり方では多分ないと思うんですけど、こういうやり方が一つの例として僕という、あの、なんていうんですか、サンプルができてますよっていうのを、まあ、ノートに書こうかなと思ってるんで、そこら辺で見ていただければと思います。はい、はい、次、BSA は何で好きなんですか。これがね、ちょっといろいろあったんですけど、端折って言いますと、当時、僕が23、4、まあもっと言えば20歳ぐらいからですかね、好きだった、多摩地区を、ね、代表するガレージバンドで、マッドスリーっていう、バンドがねいるんですけど、そこの、ボーカルギターのねエディ・レジェンドさんがですね、当時、レコードだったかな CD かな、あのジャケットで、B40 にまたがってたんですよ。で僕はその時ちょうどね、中型だっけな、大型免許取ってる時で、でもともとマッド3の BSA は知ってたんですけど、なんかふとねそのジャケットを見た時に、もうその BSA のロゴの感じとか、あーなんかすごい、僕は丸っこい車結構好きなんで、丸っこいですよ BSA ってシルエットが、だからいいなと思って、そんでどうせ乗るならね BSA で一番排気量でかいやつに乗ってやろうと思って、で当時、まあ、古いモデルにはね、1000cc の V ツインとか BSA にもあるんですけど、まあ、知らなくて、まあ、ツインエンジンで650の A65 っていうのが一番排気量でかい大型で乗れる BSA だって知って、でそれでもう、それの、なんかこう、中古の古本屋行ってね、中古の雑誌を漁って、あ、これが A65 かっつって、なんかもう、それでこう、感染してね BSA 病に、それで BSA を、まあ、好きになっちゃって、で乗ってみて、まあねノーマルの A65 ってそんな速くないですよやっぱり。ただ周りには割とねトライアンフ乗りが多くて、トライアンフってやっぱりこう、なんちゅうんだろうな、スムーズなんですよね。モーターが回ってるみたいな形容をよく当時されてたぐらい、回るシュルシュル回る感じで、 BSA 真逆でもうドルンドルントルクで乗せるバイクって感じで、そのドルドル感がねやっぱすごい気持ちよくて、でもそっからずっともう BSA のフィーリングもね好きになっちゃって、なのでまあバイク、散々ほんと散々乗っていろいろあれこれ手出して乗ってきたんですけど、 BSA の A65 に限っては2回買いましたねその初めて買った A 車が BSA の A65 で、でそっからまあ手放したりなんだりして、最終的にまああのチリハマですか、チリハマの時に乗ってた、レースで使ってたんで BSA が、まあ街でも乗ってましたけど、あれもまあベースはね A50 をベースにして、ボアップして A750 A でじゃない
ボアップして 750cc にしてたんですけど、あれがまあ一番最後に乗ってたやつで、まあ、なんかいい個体があればね、スピットファイアとかは欲しいなとは思ったことありますけど、まあもうなんかそこまで恋焦がれて今買おうかなとはちょっと思わないですかね、うん、でね、そう、僕はそのね、マッド3のエディさんの BSA にすごい憧れて BSA 乗り出したんですけど、紆余曲折いろいろありまして、その BSA どうしても売らなきゃいけなくなった時に、まあこれもいろいろお店始めたことで縁があった人といろいろね知り合いがつながってて、最終的にその BSA を、エディさん本人が買ってくれるっていう、もうなんかすごいね巡り合わせが当時ありまして、でまだねエディさんは今もその BSA を乗っていてくれてるっていうね、もうすごいっしょこの話。うん、でね、あの CD のジャケットとかに使ってくれてて、で何年前だっけな、7年前ぐらいに僕はその BSA のシートをね、あの表柄で貼り替えさせてもらってね、面白いっすよね、そういうねなんか縁があるんで、ますますだからなんか BSA って結構僕の中ではあの特別な車種、いろんな意味で、うん、まあでも今ねもう乗ってないからバイクは、あの一人遊びは一応今んとこサーフィンだけにしようってなんかちょっとねあの心に決めてて、うん、まあ、ほらバイクって言ってもね、俺なんかバイクに乗る今時間あるなら海行きたいなって思っちゃうタイプなんで、もう今はね、だからそうですねまあバイクは何かしら巡り合わせあればかって感じかな。まあもうもちろんでも BSA はねあの好きですね。はいはい、次行きましょうか。りょうじさんこんにちは。以前の動画で、タンクパッドを作っていた BMW を拝見しましたが、あれはもしかして俳優の、くんのバイクでしょうか。はい、そうです、くんのバイクです伊勢谷くん、あ、言っちゃった、まあ、いいか。伊勢谷くん以外の芸能人の仕事はされたことがありますか。ありますよ。ですね、もう何年前だあれは。ね、うちがまだモグサ園、日野のモグサに会った時なんで、13年前ぐらいかな。13年前ぐらい。エッキーのシート、車のシートやりました。マルッキーのところの丸が、まあ、ウィなのか、ワなのか、ベなのかは、ご想像にお任せします。やりましたね。これはね、事務所まで打ち合わせ行って、実際本人にも会いまして、打ち合わせをしたんですけど、まだ乗ってんのかな、わかんないな。まあ、それもいろんな、車屋さんのね、つてから来て、まあ、結局こだわり強い方っていうのは、まあごくごく普通の張り替え屋さんとかだと、やっぱりその材料の選択からいろいろね、時間割かなきゃいけなかったりするんで、まあなんか結局他の店がやりたくないって言ってうち来たみたいな、なんかそういう感じなんですかね。まあでも楽しい仕事でありましたね。で、その後はね、それの後は、今年か、今年去年かな、まるまるガレージで有名な方のシートやりましたね。これはね、直接じゃなくて、まあ、うちも仕事よくさせてもらってる、山梨の46ワークス3経由で来た仕事で、まあ間接的なんですけどね、それはシート作りましたね。だ結局のところね、僕らみたいなのがそういう芸能人の方の シートとか内装を作るっていうのは、大概そのまあお店が間に入ってお店が振ってくるっていうのが多いんで、あんまりだからね、なんかこう、なんかないんですよね、そういう特別感というかね。ただまあその伊勢谷くんは、この間の仕事は直接
連絡取ってきてくれて、やらせてもらいました、はい、すごいね気に入ってくれたみたいで、あのポジションがねバッチリ出たっつってたんで、まあ良かったなと思って、うん、やっぱバイクってねポジション大事ですからね、うん、なのでね、はい、次行きましょう。じゃあ次最後かな。はい、次、あ、もう最後はこれですね、今後やりたいこと展望はありますか。展望はねもうありまくるんで、いろいろやりたい。しかも今やりかけのなんかプロジェクトっていうかがもうこうずらずらいるんでね、正直、なんだろうな、その自分一人でノーマルのねレギュラーの仕事しながらそっちの新しく始めたいことを動かすっていうのがね本当に大変だなと思って、今年で、今年のいつだ、春夏ぐらいから動き出してやってったんですけどね、まあやっぱり今年はその家の引っ越しとかいろいろね噛んでたんで、とにかくもうね進まなくて、だから来年はそのね今の段階でやりたいその新商品の開発みたいな感じのやつが何個あるの、4個5個ぐらいあるんですよ。なんだけど、まあそのモックアップ作ったりね、実際自分のまあビートル使ったりして、例えばバケットシートとかね、まだシェルまでしかできてないし、あの辺とかを完成品にしてとかっていうのがまあ時間かかるんで、来年はそれを推し進めるのと、まあだからそのためにはだから、まあ、バイト的な人をね使ってやってもらいつつ自分のプロジェクト進めなきゃなとか、そういう部分も来年は考えようと思ってますかね。あとはそのさっきも言ったノートとか使って、自分のオリジナルのテキストを作ろうかなって思ってます。うん、多分ね意外とまあ領事レディオをやって思ったんですけど、意外とみんなやっぱりなんて言うんだろうな、どういう働き方をしてるみたいなのって気になってるっぽくてですね、もちろん質問もいただきますし、ね、実際 YouTube ってチャンネルの、アナリティクスっていうので、どういう人が何を見てるみたいなのがなんとなくわかるんですけどね、意外とレディを見てるっていうか聞いてるっていうかいただいてまして、だから、うん、なかなかねその直接聞くに聞けないとことかあるじゃないですかやっぱり。で僕がもしねなんか困ってたらちょっとでもその自分の仕事に対してのヒントが欲しいって思ってたら、多分それを、調べてたと思うんですよね当時ね。で実際まあ調べてはないけど、なんかどういう人の仕事してんだろうっていうのは一時期ものすげえ気になってて、いろんな人のねウェブサイトをチェックしたりとかなんかしてた時期も一瞬あったんで、なんでまあ同じような境遇にこれから突入するようなね人もいると思うんで、そういう人のために、ちょっとでもそういう取っかかりに、ね、なればいいなと思って、ノートはそういう意味で始めようかなと思ってるんで、来年はねその2つがメインになるかなって思ってますね。うん、まああとは家の残りのなんかやりたいとこやったりとか、うん、あとはね画像のクオリティを上げたいので動画の編集とかもちょっと勉強しようかなと思ってますね。カメラももちろんね今もうボコボコのスマホなんですけど、やっぱり一応撮影用のカメラ買おうかなと思ってて、なんである一時からいきなり画質がめっちゃ良くなるとかっていうことがあるかもしれないですね来年は。来年はその辺をねちょっと進めてって、あとそうだそうです、あのねありがたいことに今チャンネル登録者が7230人で、もうちょっと増えたらというか、まあもうそれはもうしばらくかかるのか
と思うんですけど、チャンネル登録者結構ね数が増えてきたら、このリョウジーレディオはリョウジーレディオだけで独立させた、サブチャンネルにしたいなって思いました。なんかやっぱりメインのあのミシン踏みのバラッドはあくまでその作業とか、僕のまあライフスタイル的なものとかっていうのにして、でリョウジーレディオの方で、その仕事の仕方とかね、こういう風に工夫してきましたとか、こういうのやりましたとかっていうのを、リョウジーレディオの方で、くくって紹介した方がなんかチャンネルとしてのまとまりもねあるのかなと思って、そうするとあのリョウジーレディオの方はもっとこうあの選択肢が増えるっていうかね、カテゴリーの、考察もできるし、いろんなことの、仕事していく上で気になったことの考察とか、1個前の動画で上げてるみたいなあの都市伝説的なね、まあ自動車とかがメインだと思うんですけど、そういうのの、考察だけするとかね、なんかそういうのでリョウジーレディオがもっと使いやすくなるかなと思ったんで、まあもうちょっとチャンネル登録がね進んだら、リョウジーレディオは多分独立させてサブチャンネルにしようと思ってます。まあ、来年中にねそんなに登録者が増えるとは思えないんで、来年中かわかんないですけど、まあゆくゆくの展望的にはねそういう風な考えでいますね。そんな感じですかね。もう結構喋った、20分ぐらい喋ったかな。というわけで、2019年最後のメシン踏みのバラットは、質問コーナーで締めくくらせていただきます。来年も、ぜひぜひね、こちらのチャンネルで楽しんでいただけたらなと思いますので、皆様ぜひぜひ来年もよろしくお願いいたします。ではまた来年。